カシオペアは、カシオ計算機の携帯情報端末、パーソナルコンピュータのシリーズ名、及び法人向けプロジェクタのブランド名である。本記事ではコンピュータについての説明を行う。初期のカシオペアは、Windows CE を搭載した PDA で、ハンドヘルド PC 版の A シリーズ。 手のひらサイズの E シリーズなどがラインナップされた。また、1998年からは、Windows 98、Windows 目、Windows 2000、Windows XP 搭載サブノートパソコンのブランド名として、カッシオペアファイバが登場した。いずれも、一般消費者向けモデルは2000年代前半を最後に、新機種のリリースは停止している。その後は Windows CE 系。 オペレーティングシステムを搭載した業務用携帯端末の一部機種にカシャピアの名称が受け継がれている。カシオペア A-60 カシオ最後の日本語版ハンドヘルド PC モデル個人向けの A シリーズと企業向けの PA シリーズがリリースされた。A シリーズはモノクローム液晶ディスプレイを使用していることもあって専用リチウム4二次電池や AC アダプター以外に 炭酸アルカリ感電池、または充電式のニッケル水素電池で使用可能なモデルである。初期に OS として搭載していた Windows CE 1.0は Windows の名を持つもののノート PC と比べて機能が極めて限定される上、実行速度も不十分であり評判はかんばしくなかった。Windows CE 2.0対応製品になると機能、速度が やや改善され、当時整備されつつあったモバイル通信環境との組み合わせで、制限は多いものの PDA、通信端末としてある程度の実用性を備えるものとなった。なお、カシオは A-50、51、5 1トのバージョンアップサービスも期間限定ながら実施したため、A-51、51 51V のバージョンアップ版で A-55V などに対応したアプリケーションソフトウェアを使うことができるようになった。NEC のモバイルギアが Windows CE2.0 のリリースと共に筐体をミニサイズから従来モデルのサイズに服しテキスト入力を重視したのに対しカシオペア A シリーズはあくまで初期のハンドヘルドサイズのままの製品を継続した。 CE2.0 の世代において、注目を集めたカラー液晶も採用せず、あくまで乾電池対応の長時間駆動モデルとするなど、設計思想の違いが随所に見られた。1998年半ばをもって、新機種の発売はなくなり、以後は新機軸の E シリーズに移行した。カシオペア e 1 2 5英語版 OS を、 搭載したカラー液晶のポケット PC モデル GE4 と NTT ドコモに供給されたカラー液晶のポケット PC モデル E シリーズは初期の PSPC モデルとポケット PC モデルとに大別される E-55、65は A シリーズ同様にモノクロ液晶ディスプレイを採用し単4電池で使用できたが E-500、700などのカラー LCD モデルでは、電池容量の増大を図るため、リチウムイオン電池パックを採用している。PSPC モデルは、OS 自体の完成度が、H、PC1.0 以上に、低く、やはり市場の支持を得ることはできなかった。その後、マイクロソフト社は OS を全面的に改良した、Windows CE3.0 と、 ポケット PC プラットフォームとの組み合わせで大幅な機能改善を果たし、引き続き、ポケット PC2002、2003などのバージョンアップ版を市場に投入した。しかしポケット PC 市場での不審などにより、カシオは E シリーズの個人向け製品からは撤退した。ハードウェア的には E-750 までの MIPS アーキテクチャを採用した。 NEC の VR シリーズを搭載したモデルと ARM 系 CPU を採用した E-2000 以降に大きく分けられる。英語版モデル、日本語版、モデル英語版モデル、日本語版モデルノートパソコンよびペンコンピュータがある。ノートパソコン後期の MPC-200 シリーズには、スイッチ切り替えによる、デュアルブートで Linux を起動できるモデルもラインアップされた。 1998年から2000年にかけて展開され、いずれも個人向けモデル。東芝のオリブレットを強く意識した A5 サイズのミニノート PC で、ボディ外装はマグネシウム合金、CPU にはミディアジュックス系が採用された。液晶はカシオが独自に開発した6.7インチハスト液晶を搭載するが、取り付け位置が左側に偏り、 その右側のスペースに、右手親指で操作する、サムパッドと称する、タッチパッドが設けられ、キーボードの左奥側にクリックボタンが配置される、独特のデザインが特徴。MPC-10X、20X、20 21X シリーズ、個人向けの音型 PC-CPU に、クルーソー TM5600 を採用したシリーズで、液晶は8.4インチに大型化し、 ポインティングデバイスはスティック型となった。厚みは従来より4 4ト、mm、ル、薄い2 1 0ト、mm、ルになったが重量は8 4 0ムから9 9 0ムに増加している。PC カードスロットのほかに CF カード専用スロットを持つほか、USB1.1 IEEE 1394優先欄。 外部ディスプレイ接続などインターフェースは充実した。MPC-200K、MPC-210K が個人向けモデルで、MPC-220K が企業向けモデル。入力デバイスをスタイラスとキーのみとしたタブレット PC タイプのモデルは、ミディアジュックス世代とクルーソー世代に各一機種が発売された。販売ルートはいずれも企業向け。 業務用携帯端末のうち、Windows CEK OS を搭載し、形状が PDA に近い機種にのみ、カシャピアロゴと名称が使用されている。バーコードスキャナ等は Windows CEK OS 搭載であってもカシャピアロゴと名称は付けられない。一部はインターネットアーカイブ保存リンク。ありがとうございます。